ずっと待て。あ、全然、あの、お一人ですか。はい、でしたら、まあいいですけど。あのね、ここ、10年ぐらい前にここ芝生になって、はい、それでネットのラボラっていうサイトで、はい、フットサルの練習しませんかみたいなのが集まって、はい、その後ちょっとまあまあ集まってきたみたいな感じなんですよ。ラボラで練習はジャッジ、いや、もう、その主催者の人はもう来てないんで、あ、そうなんです。まあ、もしよければ。ちょっと人数多くなったら3チームとかしますけど、はいはい、もうフットサルなんですけど来た人数で66でやってみたりとか、はいはい、これ広いんでちょっと5号だときついんで、やべ、ああ、まあね、もしよければやべえ。でオーバー50、あの人60歳超えで、ヒラの人で、私も55 で、 あ、そうなんですか。でオーバー50は2点っていうルールで、品川区のルールで、オーバー50と女子は2点っていう、品川区フットサルリーグのルールがそうなんですよ。そうなんです。それに従ってやっちゃうよ。やべやべやべ。こんな感じで適当に集まってます。日はちょっと人が多くて、はい、今あんまり人入れないようにしてるんですけど、はいはい、土曜はまだ少ないんで、あ、日曜もやってる、日曜もやってる、祝日とかも、やべえ、あぶねえ、いるやん、立てある、はい、ナイボー、ナイス。で、これが360度カメラで、はいはいはい、全部撮ってて適当に YouTube に上げてます。じゃあ次の組み分けでいいですか。これ今前半なんで、これ終わったら できれば本当は黄色のビブスなんかないですよね。あ、そうですか。であれば黄色用意してもらえると組み分けには自由になるから近いんですよ。1キロぐらいです。あ、そうなんです。ちょっとあれちゃう。まあ今日はビブさなくても大丈夫です。ビブなしチームに入ってもらえるんですね。全然大丈夫。みんなあの来て7時半で帰る人もいれば、7時半ぐらいから来る人もいるし、全然家庭の都合で。ええ、ええ。じゃあちょっと見とかな。次は終わっ前後半終わったら、あと3分半でキーパー交代で、7分で前半でやってて、7分で後半でやってるんで、あとあのスライディングとか一応なしで、あのあんまり怪我しない、させないがモットーなんで、じゃあちょっとアップしてもらって。